すごい大きいその公園ですけども、あの何しろ山あり谷ありっていう場所で、まあ、平たいところが少ないですよね。平たいなと思ったら、まあ、ため池だったりするので、すごく囲まれた場所もあるし、その見晴らしがいいところもあるし、開けてるところもある。だからその場所としてのその持ってる魅力っていうのはとっても大きい場所だったなっていうふうに思います。一段落っていうよりもこれから一番大事なこう局面が始まるぞっていう感覚ですよね。ですね。ですから、あのおめでたいですねって言われても、いや、まあおめでたくんはまだ全然ないんですけどっていういう感じではありますよね。まだこれからって感じです。はい。美術館っていうよりもいろんなものがこうごちゃ混ぜに、なんか大きなものから小さなものまで、なんかガラクタから価値のありそうなものまで、いろんなものがこう放り込まれてるみたいな、そういう倉庫的な、なんかガチャガチャの面白い場所っていう風になればいいんじゃないかなっていう風に思ってますね。あの、あそこにあった湯婆婆とかもその倉庫に放り込まれることになると思うんですけどこう、まあ、見るばっかりじゃつまらないので、小さな子どもたちは体使って遊べる場所を、屋内の場所を作りたいなと思ったんですよね。で、あとそのそれだけじゃなくて、あのスタジオジブリ紹介として子供サイズの町を作って、でそこが遊び場になってるみたいなものを作れたらいいなとか、でそれはもうあの新しく作る造形物ですね。今回はフル 3DCG なので、ジブリの中にいてその作り方を知ってる人は僕しかいなかったんですよ。だから、あの誰にも相談しないで進めることができましためちゃめちゃ強い女の子の話なんですよ。まあ、ちょっとコロナがずっと影響が続いてて、どっかでこう抑圧されてるっていうんですかね。なんかすごくこうプレッシャーをみんな感じていたり、嫌な思いしていたり、我慢していたりっていう、そういう気分をちょっとこう晴らしてくれるような女の子のキャラクターなんですから、だからそういう意味ではちょうど今見てほしい、全然大丈夫だよ言えるような作品になったなというふうに思っています。